こんにちは、こんばんは、ロワです。皆さん、こちらのノートパソコン用の PC スタンドは覚えてますでしょうか。まあ、以前ね、動画にさせていただいたんですけども、今回このメーカーさんから新商品が発売されたということで、またね、商品を送っていただいたのでご紹介していきたいと思います。今回は PC 用スタンドではなくてカバンになるんですけども、今ですね、商品を送っていただいてから結構使いましたね。3週間ぐらい使ったのかな。で、その使用レビューを含めてご紹介していこうかなと思います。で、そちらがこちらにあります。このね、ビジネスカバンっぽい黒いカバンなんですけども、カラーはネイビーとブラックがあって、僕はブラックを今回チョイスしてね、送っていただいたんですけども、今回はこちらのカバンをご紹介していきたいと思います。はい。で、まず皆さんにね、予想していただきたいんですけども、こちらのカバンがいくらか、だいたいいくらぐらいなのかっていうのを予想しながらね、ご覧いただければなと思います。はい。ではちょっと見ていきましょうか。よいしょ。はい。見た目はね、こんな感じです。ここがレザー調になっていて、この上の部分とかね、サイドの部分は撥水加工のある生地になっています。で、横から持つときはね、ここに取っ手がついているし、縦に持つときはここにも取っ手がついています。どちらで持つこともできるようになっているんですね。で、反対側にひっくり返すと、こういうふうにリュックになっているので、まあ、背負ってね、使うこともできるようになってます。で、もし、ショルダーバッグとして使いたい場合は、これを一回外すんですね。ここも外します。で、これはしまえるので、しまって、で、ここの横にリーリングがついているので、ここに先ほど外した、ベルトをつけます。で、この先ほどのベルトなんですけども、メス側とちゃんとオス側になってるんですね。なのでドッキングすることができるんですよ。で、反対側をここにつけてあげれば、まあ、ショルダーとして使うことができるようになってます。はい。では実際にね、機能面について見ていこうと思うんですけども、まず正面に大きいポケットがあります。ここにはね、僕は財布を入れています。まあ、iPad ミニぐらいだったら入るサイズですね。はい。そしたらね、今度は正面の、ファスナーを開けていきます。ここを開けると、はい、こういう風になってますね。ここ結構ね、クッション性がある素材なんですが、中はね、例えば名刺入れ、まあ、小さいポケットがあって、ペン入れですね。そしてここには、まあ、AC アダプターと充電器を入れてます。うん。ここに2つポケットがあるような感じですね。で、ここは手帳と、まあ A4、モバイルバッテリー、あとは、ワイヤレスイヤホンで、ここ自体はね、マッチはあんまりないんですよ。もう本当に手帳とかを入れるぐらいかなって感じですね。はい。そして反対側、こちらは先ほどのバックルが入れてあるところです。まあ、これもね、一応中入れようと思ったら入るっちゃ入りますけどね。はい。じゃあここ開けていきます。ここはこういう感じですね。まずこっち側はここにね、パソコンのマークがありますけども、ノートパソコンが入るようになってます。はい。そして、まあ、電子タブレット、
iPad が入ってます。こっちもねポケットが2つあるような感じになっていて、パソコン用のポケットがある感じですね。でここは比較的このマッチが広いので、ペットボトルとかは入るぐらいの厚さがあります。はい、一応ね普段ねこんな感じで、カバンに入れて持ち歩いてます。うん、まあ、リュックとかね、最近便利だなと思って使ってるんですけども、一応ね、このベルトもね人間工学に基づいて疲れにくいように作られてるそうなんですけども、まあ正直やっぱり夏はねリュックは暑いですよね。うん、ここもメッシュ仕様になっているので体温がね逃げやすいようになってくれてるんですけども、まあとはいえやはりリュックなので多少の熱はこもるかなっていう感じは正直します。ある程度の収納力がありながら、まあ、ビジネスとしても使えるし、まあ、普段使いとしても使えるので僕は結構重宝してるんですけども、こちらのカバンですね、まあ、一番の魅力はお値段なんですよ。こちら、まあ、冒頭でも言いましたけども、皆さんいくらだと思いますか？こちらのカバンね、なんとアマゾンで2099円、めちゃくちゃ安くないですか？はい、非常にねコスパが高いカバンになってます。リュックサック、手提げバッグ、斜め掛けスタイルとして3つのタイプで使えますし、ノートパソコンは最大 16.5 インチまで対応で、この表面の生地に関しても耐え摩擦、あとは防水性に優れている生地になっていて、でファスナーも高腐食、抗酸化性が強くて、まあ、色落ちがしにくかったり、ファスナー自体が割れてしまったりとか、そういったことが少ない仕様になっているそうなんですよ。例えば出張で1泊ぐらいで仕事に行く方なんかはこれ一つでなんとかなるんじゃないかなと思います。まあ、替えのシャツとかをね入れるスペースもありますし、まあ、パソコンや書類とかを入れることもできるんじゃないかなと、思いますね。はい、といった感じで本日はユークレードル JP さんからご提供いただきました、こちら 3way のカバンをご紹介させていただきました。まあ、ビジネスで使いたいとか、まあ、こういった書類とかもね持ち運べるようなカバンを探していたなんていった方はチェックしてみてはいかがでしょうか。一応概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。しばらくね使ってみましたけども、このリュックのねファスナー部分が切れてしまいそうになるとかそういったことも全くないので、まあ、安心して使えるんじゃないかなと思いました。はい、それでは今日はこの辺で失礼いたします。ロバでした。またね、バイバイ。